ここで他球団選手 OB 選手からの VTR メッセージをご紹介いたします。糸井選手、そしてご来場の皆様、ビジョンにご注目ください。ビジョンやぞ、ビジョン、ビジョン、こっち向け。緊張してるからもう顔自体がもうすごい。吉尾さんとの思い出は、まず一番初めに浜松の寿司に参加させていただいたときに、その衝撃というか、今でも鮮明に覚えてまして、パワーとスピードというのは、その当時、僕も若かったんで、自信あったんですけど、その吉尾さんの走りとバッティング見た瞬間に、この人に一生勝てないなと思ったのは今でも本当に記憶に残っています。本当に野球選手としての理想像というか、本当憧れの存在です。ずっと人としても本当に優しくて、誰でも対等にというか優しく接してくださっているのは、本当昔から今もずっと変わらないので、自分もそういう大人になりたいなと、本当野球選手としても人としても自分の理想像です。これから、引退されて筋トレたくさんされると思いますので、また筋トレの方法を教えてください。まずはゆっくり体を休ませてやってください。お疲れ様でした。本当にプライベートでもすごくお世話になっていますし、1年目のオフに自主トレで、初めて受け入れてくださって、本当に優しく今まで接してくださってありがとうございます。印象に残っていることといえば、一緒にトレーニングしながら、ウェイトトレーニングを、している中で、僕たちが必死に上げている中、その倍ぐらいの数を軽々やっていたのが本当に印象に残っています。これからは少しゆっくり休んで、またもうこれからはインコースをさばかなくていいと思いますので、目いっぱい打撃を決め鍛えてください。本当にお疲れ様でした。吉尾、東京ドームの吉尾さんでした。吉尾とはファイターズ時代ですね、投手から野手に転向して、本当に、野手は総募集、全てをやらないといけないという中で、コツコツ努力を積み重ねて、19年間ですか、本当にここまで、頑張ってきたなというふうに思います。怪我も多くて、それを隠しながら、本当に全力で取り組む姿勢、また、素直な心を持っています。天然のキャラというのもですね、多くのファンの方に愛される理由だったんじゃないかなというふうに思います。とにかく少し休んでですね、また次のステップ、これからの野球界のために頑張ってください。どうかまたお会いしましょう。19年間お疲れ様でした。19年と長く現役生活お疲れ様でした。日本ハムピッチャーとして身を乗りして、それから野手に転向して、大変だったと思います。時々サインミスもあり、アウトカウントを間違えたり、ボールカウントを間違えたり、そういうこともありましたので、みんなから好かれるタイプの、性格で、本当にここまで、長くやってこられたというふうに思っています。6年連続で3割で打ったり、ジャパンのメンバーに入ったり、本当にお疲れさんでした。最後阪神タイガースというね、素晴らしいチームで、終わることができて、本当に という選手の功績というのは大きいなというふうに思います。これからは、サインを思わなくても大丈夫、解説者として、あるいは野球に携わる
仕事をしながらですね、野球をもっともっと広げて、頑張ってほしいなというふうに思います。本当に楽しい時間をいただきましたけども、ありがとうございました。これからも頑張ってください。2005年から今に至るまで、ずっと可愛がってくださって本当に感謝しています。今後とも、自分のことを後輩として、可愛がっていただけると嬉しいです。コーチになるのか、YouTuber になるのかちょっと分からないですけど、伊藤さんの今後に本当に期待しています。本当にお疲れ様でした。同期ということもありますので、吉尾と呼ばせてもらいますが、吉尾と最初に、ね、対戦したり、知ったというのはアマチュア時代にピッチャーとして、対戦しているみたいなんですけど、そこでホームラン打ったっていうことを、吉尾が言われたんですけど、実際それもよく覚えてません。申し訳ないです。一緒にプレーしたのは本当に2013年の WBC の時で、その後阪神でも一緒にプレーしましたが、ファンの方だけでなく、選手、一緒にやってる選手も、驚くぐらいの、プレースタイル、身体能力、そういうものをたくさん見せてもらいました。もう今でも本当に野球をね、やめた今でもその、伊藤選手の吉尾の、プレーというのは残ってます。現役生活もね、まだ、今日の試合で終わるということなんですけど、終わる前に、YouTube を、ね、始めちゃうところへんが吉尾らしいなと感じてます。これから第2の人生が始まりますが、吉尾らしく、ファンの皆さんに、いろんなことを伝えて、その後は、一緒に野球界に発信できるように頑張っていきましょう。19年間お疲れ様でした。伊藤選手、2017年から、2020年まで、吉尾と4年間一緒に、阪神でプレーさせていただきまして、本当に、楽しかった思い出の方が強いです。僕自身も今年で、ユニフォームを脱ぎますが、その際にも、ね、吉尾が僕にお疲れ様でしたと連絡をくれて、その中で僕も辞めますとという連絡で、なんか吉尾らしいなと、という連絡をもらって吉尾らしいなと思いました。本当にね、まだまだ僕の中では吉尾はできると思ってましたけれども、これはもう吉尾自身が決めたことなので、お互いユニフォームは脱ぎますが、またどこかでゆっくりといろいろ昔話ができたらなと思います。本当に19年間お疲れ様でした。